戦国武将加藤清正、豊臣秀吉子飼いの武将として知られ、虎退治に槍の名士と武勇の誉れ高い人物です。しかし古文書を紐解くと、そこにはこれまでのイメージとは異なる別の顔がありました。熊本サプライズ、今回は生誕450年を迎えた加藤清正の実像に迫ります。熊本のシンボル、熊本城。築城から400年以上経った今なお、多くの人に愛され、熊本県民の誇りです。この難攻不落の名城を築いたのが加藤清正です。清正は天正16年、西暦1588年、27歳の時、肥後北半国の領主を命じられ、この地にやってきました。熊本城の築城とともに城下町を整備し、各地で河川の改修や神殿開発などに取り組んだと伝えられ、その偉業から今でも土木の神様として崇められています。ここは清正の菩提寺、本明寺です。境内にある宝物館には、清正の遺品や加藤家ゆかりの貴重な文化財が保存展示されています。これは清正が使っていた鎧、そして清正の代名詞、長烏帽子兜です。鎧兜をですね、実際に計測した専門家の方の話では、清正公の身長は160から165の間、当時としてはやや大きめ、2メートル近い男ではなかったらしいんですね。あの長烏帽子をですね、かぶりますと非常に大きく見えるわけです。そして敵を威嚇する、そしてまた大将がですね、見てないところでは略奪をしたりですね、それから逃げたり、そういうことをしかねないから、見てるんだぞというですね、ところを示すわけですね。敵の心理も味方の心理もよく掴んだですね、非常に清正公のとても頭のいい部分を象徴している遺品ではないかなと、私は考えます。数々の伝説に彩られた勇ましい戦国武将として絶大な人気を誇り、熊本では親しみを込めて清書子さんと呼ばれている加藤清正。実は近年、古文書の研究によって清正の新たな人物像が浮かび上がってきました。古文書から見えてくる彼の実像というのは少し違うんですね。で、例えば朝鮮出兵中などは、朝鮮の戦場から清正はですね、国元の家臣たちに対してですね、朝鮮の戦場へ刀を何本送れ、米はどれぐらい送れ、いつまでに送れと、でどこどこ村にはいい職人がいるから連れてこいとか言ったですね、非常に具体的で細やかな指示を送り続けていました。で、こういったところから見る限りですね、清正は非常にこう勇猛な武将という一方でですね、非常に細やかでまめな、少し神経質なですね、行政マンのような人だったのではないかというふうに、今のところ読み解いております。熊本を留守にすることが多かった清正は、家臣に頻繁に書状を送り、具体的に指示を出して動かすことで熊本の地を治めようとしていたのかもしれません。また古文書には、優れた行政マンとしての資質が見て取れると山田さんは語ります。清正、意外に知られてないのはですね、非常に優れた経済センスを発揮した武将なんですね。で、特に特筆すべきはですね、海外貿易の展開です。清正が積極的に行ったのが海外との貿易です。中世以来繁栄してきた肥後の港をフル活用し、フィリピン、ベトナム、カンボジアなど東南アジアとの交易を進めました。小麦や銀などを輸出し、生糸や香料などを輸入していたと考えられています。これは1609年に現在のベトナム安南の国王から清正に送られた書簡。国王が
貿易船の到来を喜んでいた様子がうかがえます。また清正は各地の相場の動きをチェックしながら取引を行っていたといいます。熊本で生産する米あるいは小麦大豆といったものをですね、今はどこどこの市場が高く売れるからここへ運んで売れと、例えば上方の大阪であるとか、そして朝鮮半島の戦場にまでですね運ばせて、それを売りさばくと、そういったことをやって軍資金を作ったり熊本城の築城資金を作ったりしていたようです。清正は農民から税を搾り取るのではなく、海外貿易によって肥後の国を豊かにしたのです。長引く戦乱で財政的にも疲弊していた肥後の国は清正によって立て直され、その功績により人々からは神様のように慕われるようになります。時を超え現代まで多くの人々に愛されている加藤清正、古文書からは妖精マンとしての実力を遺憾なく発揮し、肥後熊本の漁師として民を大切にしていた清正の素顔が見えてきます。最後まで庶民目線の方ではなかったかと、真面目に働く人々が心配なく生きていける世の中にしようと、まあ、そのようにですねお考えになられたのではないかなと私は考えております。武勇に優れた武将でありながら有能な行政マンでもあった加藤清正、ここ熊本には清正の国づくりにかける思いがあふれています。